借りるという項目に進んでいきたいと思いますで皆さんちょっとクイズやってみようかなと思います、えー、友達と海外旅行に行くので金利16%で20万円を借りました金利16%で20万円でも毎月5000円ずつ返済する20万円借りたけど返すのは5000円でいいんですってすごい良くないですか でも <laughs> 返済この場合返済には何年かかって総額いくら返すことになるでしょうかあの直感的でいいんであの答えてみてもらいたいなと思います計算すると大変なんで1,2,3で聞いてきますね1だと思う人誰もいないですか2だと思う人本当ですか誰もいないですか3だと思う人 はいありがとうございますそうです正解は3番です、えー、金利16%で20万円借りて毎月5000円ずつ返済すると返すのに5年かかってそして返す金額は29万円になるということです20万円借りたのに返す金額は29万円9万円多く返す必要があるんですねじゃあ皆さんちょっと考えてもらいたいんですけど9万円利息払うんだったら やっぱり最初に家計管理して、えー、ライフプランしていつ旅行行きたいな考えてお金の設計を立てて、えー、ですれば大きい金利返さなくてもいいですよね。なのでそういったところも考えてほしいなと思います。ででもですねお金を借借りりるるのはは別に借りるこことと自体は悪いいじゃないです多くの大人は家を買う時に住宅ローンを借ります。これは私も住宅ローン借りてますし クレジットカードを使うことも、えー、お金を借りることです私はクレジットカードをすごく使うのでそういう意味でお金をすごく借りているということになりますでも借り方というのがとっても大事になってきて仕組みも知っておく必要がありますクレジットカードは魔法のカードではないので皆さんよくご存知だと思いますが魔法のカードではないので、えー、最初カードを出せば 何でも買えますけども後から支払いが必要になってきて利息もついいて支払いが必要になりますで皆さんはまだクレジットカード作れないですけど18歳以降大人になったら作れるようになりますんでその時に使い方っていうのを気をつけてほしいなというふうに思います。 でクレジットカードを使うっていうのはお金を借りることということと使い方というのはそういうものを買うクレジットのほかにクレジットカードそのものでお金を借りるキャッシングということもできます。でお父さんやお母さんがご両親が、えー、とかあの親御さんがクレジットで払う時に何回払いにしますかって聞かれてると思うんですけどもその時に、まあ、もしかすると 2回でとか3回でとかっていうふうにおっしゃってると思うんですけどもその返す回数によって金利が変わってきますそしてさっき例題でやったリボ払いといいととうのはとてもも金利が高高ですすキャッシングも高くなりますお金を借りちゃいけないわけじゃないですけれども金利がかかるっていうこととそしてリボ払いみたいに返済額は一定だけど利息はどんどん大きくなってくると。 いう可能性があるので気をつけることそして自分のルールをしっかり決めてほしいなと思いますあのポイントを貯めるためにクレジットカードを使う人もたくさんいるのでそういう人はあの1回払いだけにしてポイントを貯めるとかっていうふうにしてもいいですけれどもそういった使い方をよく考えてほしいなと思いますそしてお金を借りるの皆さんのクレジットの次に近いのが奨学金じゃないかなと思います 奨学金を借りる人借りりるる人人ないいいもちろんいると思いますこれいい悪いじゃないんですけどもえ奨学金っていいうううのは給付型型とと対応型というふうにありますで、えー、今皆さん学生さんですけれどもこれからもし大学に行かれる方というのは平均的にこれぐらいかかるんだな自分がどういう生活するかによってこれぐらいかかるんだなっていうのをちょっと知っといてほしいなというふうに思います。 どうですか意外と少ないなと思いますか結構かかるなと思いますか、ね、自宅外やっぱり一人暮らしすするとかかりますよねあとは大学生のうちに入ってくる収入というのも、まあ、イメージですけどねこんなイメージあります。でじゃあ皆さんがですねあのもし、えー、国公立の4年,4年生大学に家から 自,自宅から通った場合ですね入学金30万円と授業料210万円の計240万円借りて生活費はバイトバイトしなさいと言われて自分の生活費はバイトで稼ぎなさいと言われた場合と、えー、私立の文系に1人暮らしで通う場合、えー、計600万円借りるってなった時にど,んなどれぐらいの返済額になるかというイメージをちょっと持っといてもらいたいなと思います。 これがえっと例一番の場合ですね。もし計十五年でえ年間十五年間で返済する場合は毎月一万三千八百十九円かかります。え六百面六百万円借りてえ二十年で返す場合というのは毎月二万六千円ぐらいかかります。これだけ見るともしかすると多いかな少ないかなというのは人によって違うと思うんですけど皆さん一番最初思い出してください。一番最初。 20万円のお給料で手取りいくらでしたか<ー>ここからこれからしたら結構きつくないですかっていうあの別にそれがだから悪いじゃないんですけどもあのそういうふうにもらえるお金と出てこお金っていうのをきちんとやっぱりライフプランニングをして、えー、考えてほしいな借り方、えー、返す金額借りる期間 っていうのをしっかり考えてほしいなというふうに思います。なので、えっ、ー、とよくあのお家の人とも相談して考えてほしいと思います。